原芸術短期大学の上野夏希です。着物を1点出展してます。でこれは花の森っていうタイトルの着物で、学校の大学の花壇、ビオラの花壇にいた虫をいろいろスケッチして、それをもとにして染めました。で、エチマグロヒョウモンっていう蝶々なんですけど、これが幼虫で、これがサナギになって、で蝶々になるっていう物語があります。で、あとカマキリがいたりとか、アリがいたりとか、テントウムシがいたりとか、で、あとハチがいたりとか、で、なんか自分も花壇の中に入ったような虫目線で見れるようにして作品を染めました。これは漏血染めっていう技法で、漏が水を弾くの で、その性質を利用して、で、漏を重ねて染料を重ねると、その漏を置いた部分が、水染料を弾くので、そこが白く残るんですね。で、その漏を置く、で染料を染めるっていうのを重ねていって、でこんな感じの作品になってます。で、帯を巻いた時に自分の周りをこうイワシが回っていってるような感じにしたくって、ちょっとこう波打ってるような、回っていってるような感じで、こう繰り返しで。田んぼの一年をイメージして、で水入れからこう育っていって、最後の米が収穫されるまでの流れを長い田んぼでイメージして制作しました。で下の方は波と、あと魚とか海の生き物がこうちょっと同化していて、上の欄間も波なんで、それと合わさって。銅を溶かして、それを塗っておいて、でこの染料を溶かして、このハケでこう布に擦り込ませていって染めてます。